いた。監督さん、今度こそ正気に戻って。ああ、俺は今も正気だ。いいんだ、表現者にとっては狂気こそ正気。狂気でない表現など無価値なり。撮影を続けるぞ、オリベ。監督さん、やっぱり監督が納得できる撮影を完遂するしかないみたいだ。それよりオリベ、俺はお前に感心してるんだぜ。ズブの素人がよくここまでついてきた。頑張ったご褒美にグッとくる最高のラストに修正してやったぞ。説明してやるからよく聞け。ついに事件の真犯人を突き止める真帆だが、真犯人は真帆の恋人だった。葛藤する真帆、刑事と犯罪者という相対する関係になってしまった二人は、涙ながらに最後のキスをする。まさにクライマックス、テンションマックス。キスそうだ、キスだ、ベーゼだ、口づけだ。犯人の恋人役は、そうだな、お前がやれ。俺？なんだ、キスシーンくらいできねえのか。それでも表現者か。やっぱりお前をキャスティングすべきじゃなかった。プロの女優ならキスシーンくらいできて当然だぞ。翼とキス。面白い展開になったな。お前ができないって言うなら俺が代役やってもいいぜ、いつき。いや、俺がやるよ。いつきくん。でも、セリフは覚えてるの？あなた。ああ、多分大丈夫だよ。エキストラでも出演者には違いないんだから、覚えておいた方がいいかと思って。まあ剣に言われたおかげだけど。ん？いや、何でもない。ゴタゴタ言ってねえで撮影始めるぞ。
私たち、もう一緒にはいられないんですね。そうだな。俺たちはもう別々の道を歩んでしまった。あなたのこと、愛していました。こんな俺でもか。たとえあなたが何者だったとしても、あなたと一緒にいた時間の価値は変わりません。でも、これで最後。魔法。やっぱり、あなたと離れることなんてできません。たとえ、世界を敵に回しても、70億の人間より、私はあなた一人を選ぶ。省略だ。キス自体は見せず、視聴者に想像させることで最高のキスシーンが完成するんだ。そんな、私の決意は何だったの？オリベが本気だったおかげで素晴らしい絵が撮れた。そしてオリベをその気にさせたお前もよくやった。俺は今猛烈に感動している。ありがとうございます。この腐りきった時代にもお前たちのような息のいい若者がいる。日本映像界の未来に明かりが見えた。よかった、翼、監督を満足させられたみたいだ。うん、樹君とみんなのおかげだよ。あとはミラージュを。いや、まず、ここで終わりじゃもったいない。行く先にさらなる大きな壁があるからこそ愛は燃え上がるのだ。え？思いを確かめ合った二人の前に事件の真の黒幕が登場だ。全ての犯人を裏から操る凶悪魔法を消し去ろうとする最強の敵との戦い、黒幕役キャノン。なっ、剣やしろ、お前を急遽黒幕役にする。お前の役は絶対的な力で二人を引き裂く役だ。
いいな。受けた仕事は果たす。剣、監督の味方をする気なのか。勘違いするな。俺はこいつに従っているわけではない。だったらどうして。確かめたいことがある。確かめたいこと。織部翼、お前はあんたの上質なパフォーマーは家にふさわしいわ。その力、あたしたちのために使いやがりなさいんだ。やめろ。彼女らは日本の未来を支える者たちだ。手を出すんじゃねえ。お黙りなさい。もう鬱陶しいわね。あんたは世界を憎んでたんじゃなかったの。憎んでいた。だが俺は光を見つけたんだ。日本映像界の未来を崩そうとする者はこの俺が許せん。これは。ミラージュが分離しかけている。今だ、一撃。はあ。私を引き離すなんて。でもちょうどよかったわ。ニエが見つかった今、こんな熱苦しい男の中にとどまる理由はないのよ。剣、私も一緒に黒幕役をやってやるわ。織部翼を我が物に。勝手にしろ。絶対に負けられない。次は。よっしゃ。成り行きだが、手加減するつもりはない。これで。ここは俺の間合いだ。勝って帰ろうぜ。任せろ。俺の力、解放可能だ。ありがとうよ、カイン。やってみねえと分かる。貫け。おいしさだめ。怖いけど負けません。ちょっと無理かもです。頑張りますけど。これでいいです。ついてきて。私も敵は作ったわ。私だってピッチに行きましょう。繋いであげる。やったわ。難しいかも。
了解。ゾーナさん、頑張ってください。お任せください、マスター。これで決める。俺から行く。よろしく。ナイスコンビネーション。繋いでくれ。私だって。リリちゃん、今のうちに一撃。よろしく。はぁ、やったわ。退場させてあげるわ。優雅だわ。俺の後に続け。知的でしょ。俺の後に続け。どうする。難しい。一か八かで。難しいかも。一か八かで。この間合いなら。ここは俺の間合いだ。さあついてらっしゃい。三。油断するなよ、トム。わかってるって。やって、うわ。うわ。あとは任せた。私の出番ね。親玉登場ね。ありがとうございます。ありがとうございます。はいよ。わかりました。疲れました。ちょっとよくねえな。うわ、これで痛そうでした。始めよう。行ってくれ。もう一撃。よろしく。そーれ、お願い。つないであげる。お願い。任せろ。おいしそうだめ。おしまいはこうやるのよ。ドラマチックに。おはははははは。優雅だわ。お黙りなさい。これからよ。わかんないわよ。わかんないわよ。私の矢は早いわよ。この命、預けるぞ。お互いにな。一か八かで。難しいかも、この間合いなら。三。遅い。鎧の中、暑いです。頑張る。ちょっと無理かもです。ちょっと、せーの。知的でしょ。お黙りなさい。俺の後に続け。ごめん、エリー。ないの。これで。遅い。さあついてらっしゃい。受け取って。優雅だわ。優雅だわ。痛いです。三。
うわ、ここは俺の間合いだ。みんな無事か？一か八かで行かずしよ。やった、ついてきなさい。隙は作ったわ。おりゃ信じてるぜ。グッ、やったわ。ほら、客人だよ。ああ、うっさい。わーい、はあ、バッチリみたいね。次は俺が行ってくれ。ナイスコンビネーション。グラン、つないであげる。やったわ。鎧の中、熱いです。助かった。受け取って。ありがとう。おしまいはこうやるのよ、ドラマチックに。優雅だわ。お黙りなさい。よろしくないわね。やった、はいよ。オッケー、ここは俺の間合いだ。ここは俺の間合いだ。ふん、オッケー、これだ。やったー、奇跡でしょ。やだ、俺の後に続け。お黙りなさい。疲れました。負けられない。続いていくわよ。やるだけやってみる。はあ、当然でしょ。私から行きます。俺だって。来なさい。任せて。この隙に繋いであげる。お願い。次、いただき。よっしゃ。どうする？やってみねえとわからねえな。やるだけやってみる。わかんないわよ。セッション、いけるか。クロムみたいに。ここか。ついてきなさい。隙は作ったわ。私だって。ナイスコンビネーション。信じてるぜ。そう、グッ、やったわ。よいしょっと。いい感じ。セッションいけるわ。うーいしょ。どうだ、さん頑張ってください。お任せください、マスター。これで決める。俺から行く。次、私も。行け、絶対決めるね。クリア、信じてます。行くわ。次、おりゃ戦術完了。ひどい。まだよ。ここまでか。退場させてもらう。
事件解決ですね。俺の技、今の樹なら使いこなせる。ん？やったな。ん？うん。この力があなたを守ります。すごいで、いいですか？より貴族的なこの力で華麗なる戦いを。この力受け取って翼。いいかしら、いいかしら。俺のとっておきだ。受け取れトーマ。さすがだ、さすがだ。いいか。私の秘術、キリアだけに。これは一体。ツルイニが確かめたかったことって一体何だったんだ。お前たちの力だ。いいのかよ、イツキ、追いかけなくて。大丈夫だと思う。それより俺たちの力を確認してどうする気なんだろう。さあな、俺にはあいつの考えてることなんてわかんねえわ。スタジオに戻ろうぜ。元に戻ってる。これで撮影再開できるね。喜んでばかりはいられないわよ。本番の撮影はイドラスフィアでの演技以上に気合い入れてかないとダメなんだからね。うん、頑張る。オリベ。オリベ、撮影はこれからだよな。記憶があやふやなんだが、なぜかお前と撮影した気がするんだ。
俺はオリベに演技指導をして、お前は必死で食らいついてきた。オリベの演技がどんどんいいものになってった気がするんだが。どうやら彼の中で記憶の改ざんが起こっているようね。なるほど。でも翼の演技のことは覚えているみたい。オリベ、演技指導の時のような演技を、いや、それ以上の演技を本番でも見せてくれよ。これからの日本映像界を担っていくのはお前たちのような若者なんだから。違います。なわけないでしょ。私見たんだから。あなたがものすごい勢いでひったくり犯を。だからそれは私じゃありません。じゃあ何なのよ、そんな奇抜な服装の刑事が他にいるっての。この服装署内で流行ってるんです。絶対嘘だ。私は仕事がありますから。どうやら捕まえられたがってる星がどっかで私の噂してるみてえだな。いいぜ、待ってな凶悪犯、この真帆様がその道ってもんを教えてやんよ。やっぱり彼女こそ伝説の二重人格刑事、ハクションデカ真帆。アクションデカ真帆、クランクアップおめでとう。前評判も上々だし、放送が楽しみね。おめでとう。それとお疲れ様、翼。ありがとうございます。大変なことばっかりだったけど、無事に真帆ちゃんを演じきれました。特にエリーちゃん、たくさん助けてくれてありがとう。私？うん、エリーちゃんがいなかったらあんなにドキドキする真帆ちゃんにはならなかったと思う。まあ当然よね。ハリウッド的に感謝しなさい。うん、また演技のお仕事が来たらもっといろんなことを教えてね。いいわよ、その時は教えてあげるわ。その代わり覚悟しなさいよね。次はハリウッド的な演技をビシバシ教え込んであげるんだから。ね、うん、あの二人すっかり打ち解けてるな。ああそうだな。このドラマエリーちゃんと樹くんも出てるし楽しみね。
ん？なんで剣がここに？ああ、遅かったわね、ヤシロ君。どういうこと？どういうことってこういうことよ。あやは、紹介よろしく。みんな知ってると思うけど、彼は剣ヤシロ君。今日からフォルトナの所属になるから仲良くしてあげてね。剣さんがフォルトナに？そうだ、島崎舞子とは話がついている。それと俺の呼び方は八代でいい。青い樹。なんで俺たちの仲間に？お前たちは勝利という形で俺に力を示した。以上だ。え？理由それだけ？それだけで十分だ。俺は今まで一人で戦った。その過去の自分を否定する気はない。だが今の俺はより強くなるために新たな仲間という可能性にかける。これが俺の偽りない本心だが、信じられないならお前の剣で俺を好きにしていい。みんなはどう思う？本気だと思うわ。八代は覚悟を持ってここにいる。樹、あなたはどう答えるの？俺は好きに決めろよ、いつき。そうね、私もいつきが決めるのがいいと思うわ。いつきさん、どんな判断でも私はいつきさんを信じます。いつきくん。そんな不安そうな顔しないでいいよ。俺は八代を信じたいと思ってる。八代、これからはよろしく頼むよ。俺を失望させるなよ、青い月。失望って、仲間になっても中身は変わってねえのな。お前はひねくれてやがるぜ。個性的なだけだと思います。守りちゃんは本当にいい子だな。とお前いいこと言ったです。守りがかばってくれたことに感謝しろよ、ヤシロ。くだらん。なにてめえ、表出やがれ。その口二度と叩けんようにしてやる。ダメです、おじちゃん、喧嘩しないでください。